その間というプロジェクトは2015年にアーティスト仲間とですね、藤崎良一君というアーティストとやろうとしてたギャラリーの隣が空いてたんですよ。でギャラリーはもう予定が入っちゃって使えないんだけれども、その隣空いてますねみたいな話で、同じオーナーさんなんで、それでカフェとギャラリーのその間ってあそこって使えますかっていうような、なんかやらせてもらっていいですかみたいな感じで言ったら、あ、いいよみたいな。で、そもそも割と街で必ずそういう空き店舗とか、その壊す前のなんか空間だとか、そういう場所を見つけて活用してアートプロジェクトにすると。僕らが初めてやったというよりかは、ずっとアーティストっていうのはそういうサバイブの仕方をずっとしてきていて、でそれを、その間っていう言い方にして、でプロジェクトにしたっていうのが面白みになっていったし、じゃあそこで僕もやってみようかなみたいな、普段やらないような人もやってみたりだとか、ギャラリーのオーナーがいてとかっていう関係性じゃないんで、自分たちで勝手にやっていくみたいな。そうですね。私がこれから始まる物件で、やっぱりこう古いビルが建っていて、でそれを壊して新築するっていうそのタイミングで、ちょうどこうスナックとブティックの間を、小高い壁をこう壊すと、スナックのカウンターの後ろがボコッと穴開いて、隣のスペースが見えてくると。なので、なんかその関係で、じゃあスナックもやっぱりやった方がいいんじゃないみたいになって、その間スナックその間っていうのをやってたんですよ。それは結構ね、本当に面白くて、それこそこう飲んでいる人で、こうカウンターにいる人で、奥にいきなり不思議なスペースが空いてて、そこにこう藤本のちょっと回転する鏡面の円盤があって、こういろんなものが映し出されるんですけど、飲んでる自分も映し出されたりとかして、あれはなかなか面白い体験。で場所の話だけじゃなくて、その後にその間シャープ COVID-19 っていうのをやって、徳永さんというアーキハッチの徳永さんが 3D、我々のその先輩のアーティストのすごいでかいスタジオをもう展覧会場にしちゃって、で当時はコロナがガーッと広まって、もう全てのイベントもうやらないっていう感じになった時に、じゃあ無観客展示をして、でそれを 3D ウォークスルーのシステムで撮影して、観客は入れないけれども展覧会は作り上げていて、でそれをウェブサイト上で展覧会を見れると、コロナの感染症の収束までのその間みたいな設定にして、でそれは問いで、いつ収束するかもう分かんないでしょみたいな。いうところが問いで、で、いろんな意味でのその間っていうのに、拡張してきたっていう部分があっての、今回の有楽町がその次っていう。全部価値観がやっぱり商業っていうか、と俺は思うな。なんか経済原理の経済原理でさ、隙間があったら広告やるじゃん。アジアみんなそうだけど、その何でも隙間がありゃ広告を置いていくらで貸しますみたいなさ、せっこいんだよね、せっこい。一方で特に僕、ここの大丸エリアのその皇居側の方で車で、僕移動してますから見て、すげえなと思うんですよ。ここやばい、なんかもう本当にマジ大都市なんすごいかっこいいと思うんですよね。なんかパワーも感じるし、整然としてるし、水平垂直しかねえみたいな、ここすげえみたいな、こういうのやれんのマジですげえなって思うんですよね。ニューヨークだって結局言ってもバラッバラじゃないですか、それぞれの金儲けのためにやってるから。いやね、高輪ゲートウェイもね、すごくない？いや、すごいなと思いません？だってまだこんな開発やるんだとか、京橋側も「まだ超高層4本建てるんですか？」みたいなとか、すごくない？ねえ、そんなに床作りたいんだなみたいな。いや、何に取り憑かれてるのか分かんないですけどね、本当に超高層めっちでゃいい肉みたい超高層作って床作って。
まあ、そこを回していくっていう話で、そんなにいるのかな床みたいな。まあ、確かにそこまでいるのかっていうのはいろんなところであると思うし、でもなんかそもそも私たち建築家ってじゃあもし建つという前提で考えたらどんなものがいいかっていう、常にポジティブにそれを捉えながら形にしていく職業だと思っているので、うん、まずそれが建つのであればどうあったらいいものになるのか、うん、反対するのは簡単だけど肯定して良くする人がいなきゃいけないと思っているので、うん、なんかねマンハッタンとかブルックリンでもそうなんだけど、よくわかんない空き地っていうのがやっぱあるんですよ。でそこに地元のやつらが勝手に植栽し始めて守ろうとするみたいな、あの都市の真ん中にそういうものができたりとかして、なんかそういうあれがなあんまりないなと思う。その余白っていうかね、勝手になんかやっていい場所みたいないうのがない。余白をでも作るのって難しいじゃないですか。でも絵でもそうなんだけど、余白があった方がかっこいい時ってあるんですよね。全部埋めちゃっと、あー埋めちゃったねっていう、その絵でもね、あー怖がって埋めちゃったんだなみたいな。開発ってこう結構タームが長いので、いろんなこう隙間の時間があるんですよね。そこにこうアーチと入り込むとか、本当に長い時間をかけて作る都市と、この瞬間瞬間を切り取っていくこう都市の切断面って、こういう場所に一瞬だけ入るだけでもなんかハッとさせられる。その間って実は空間よりも時間の話の方が実際強いんですよね、うん、この期間だからやっていいよっていう話 でそれを逆手に取ってて、そのこの期間だったらどこまでやっていいんですかみたいな、でどこまでも、まあ、やっちゃいましょうよと、どうせひあの引っ込めるわけだから、その期間が終わればだったら思いっきりはみ出した方がいいじゃないですかみたいなのが本当は強くて、空間的時間的隙間にアーチストが入ってジャックするっていう、なんかまあスクワットするとかっていう言い方でヨーロッパとかであると思うんですけど、まあそういうことを受け入れられる東京っていうものはすごく魅力的だし、そういうものを受け入れられる都市っていうのは魅力的だと。だからやっぱり重層的にいろいろな出来事ができてくるのが、まあ、都市だとすると、まあ、その間まさにその間をこう縦横無尽に動き回るのがアーティストだと思うんですけど、アーティストの役割はそういう場をどんどん越境させて、まあ、さらにその場をどういうふうにあのどういう質感にしていくかで、さらにそれが、まあ、問いができれば一番よくて、これがまあ状況として問いになっているみたいな。なんかよくこうエリアマネージメントとかの話をしたり、企画書を見ると文化芸術って書いてあるんですけど、なんか全部かっこ文化芸術って感じがして、うん、何を文化芸術って言ってるんだろうなって思って、じゃあそこに何かしらの彫刻を置くのか作品を置くのか、それで文化芸術なのか、どんな文化芸術がこうそこでなんていうかもうちょっと生きて動いてこう街と一緒に活性化するっていう、なんか新しい在り方ってないのかなってすごい思うんですよ。街としてっていうか、こう人のみんな住んでる人々の声でそれが出来上がってくるといいなと思うんですよね。なんかそこは結構面白いコンビネーションできるんじゃないか。うん、そうだね。まあ、で伝統と革新とかね、文化芸術でしょ、よく絶対書かれてる企画書用語、うんうん、文化芸術を育みますとか、ね、でリファレンスが伝統工芸のなんか展示みたいなやつそうですね、うん、そこでどんなアクション、もっとそこになんていうか、うん、コンテクストを読み込んだ上でのここだからなんかできんじゃないかとか、こうやっぱアーティストってまた建築と違った場の読み方をするので、まあ、そういうなんかいろんな人に場所を読んでもらうことそのものもすごい大事だなと思います。そうそう、場所のコンテクスト、コンテクスチャリズムで場所性みたいな話から、さっき言ったその安心
できるプレゼンが出来上がっていくじゃないですか。なぜならばここはこういう場所だったから江戸時代みたいな話で、で実際は関係ないんですよ。江戸時代そういう場所だったかもしれないけど銀座がどうだとかってあるじゃないですか。でも今は関係ないから、でそのコンテクチュアリズムで、まあ、みんなで安心したいっていうのはあるんだけど、やっぱり一方でもうそれもそれが正解ではないみたいなのはもうバレてるっていうか、もっとやっぱりこう本当に生きた場所にしていくっていうのは、なんだろうね、もっと参加していかないと、その今生きてる人が、今生きてる人がさ、江戸時代ここはこういう場だったからとかっていう話の延長線じゃ全然いないから、やっぱり自分たちで見つけるし作んないといけないのかなって思うけどね、うん、でもコンテクシャル、コンテクストって必ずしも歴史的なコンテクストではなくて、うん、ここの場所性なので、うん、トラフィックがそれこそどのぐらいなのかとか、どういう今現在どういう状況なのかっていうことも含めての、まあ、コンテクストで、だからまあ言ったようにこう深く掘っていけば歴史的なものもあるけども、うん、なんか多分この今ここに起こっている場所性というか、そういうのは、その今起こっているこの場所性から読み取ったことでこういうことをこういうことをやるべきだと思いますっていう提案で、まあ、みんなで納得の一方で、だ今回みたいにそうじゃないことをやってほしいっていう価値観が今は出てきてると思うのよ。この場所はこういう場所だからこういうことをやってほしい、やりましょうっていう話と、そういうか その文脈上にないなんか全然違う軸っていうのをわざと違和感を混ぜ込みましょうっていう、なんか感覚がなんか時代性としては今それ強いかなと僕は思うんだけど、うん、コンテクストを読めとずっと教え込まれてた。コンテクストの幅が、僕はそれ建築家はトゥーマッチだと思いますよ。コンテクストを読めって言われて、そのコンテクスト自体が何なんだよみたいな、そのコンテクストなんでそんなになんか幻想を抱いてるのみたいなそんなに役に立つそのベースになってる話みたいな、うん、まあ、コンテクストっていうか、まあ、とにかく状況を読むっていうのは絶対なんだけど、でもさ実際だからこうですみたいなことよりも、じゃあそこからどのぐらい飛躍するかとか、うん、そこから未来、いや必ずしもそれを永続的にこうリニアにつなげとかなきゃいけないとも思ってないので、あえて全然違うものをそこに置くっていうこともこの場所に対して正しいと思うからであって、うん、でも文脈抜きじゃなくて、やっぱその文脈があるからこそここにはこういうものをあえて置いた方がいいんじゃないかな、うん、っていうようなことはやっぱ考えるので、まあ作ってる側はそういうコンテクスト考えなくてもいいと思うんですけど、やっぱり私たちは引いた目線でこれが何なのか、この場所にとって、うん、っていうのを検証しない限りは、やっぱりなんか私たちが関わる上ではダメな気がする。これが正解だよねっていう幅がちょっともうあまりにもこう価値観が広がってるので、そのちょっとよくやっぱりちょっとよく分かんないことをやってみようぜっていう風な価値観が一般化したっていう感じですかね。でさらにそれがこういう場所でやってみましょうという話に、僕がやらせてくれというよりかやってくれっていう話になってるみたいな、うん、だから工事中のその仮設壁にアートをとりあえず置きましょうっていうフェーズがあるんだけど、さらに そういう使われ方だけじゃないっていうか、またさらにもっと内側から変わっていくみたいな感じになんかなってきてるんじゃないかなというふうに思っています。